秋の終わりの畑です。これは里芋、じゃがいも、これはモロヘイヤの種ができてます。モロヘイヤすごい美味しかったから、この種を取っといてまた来年まこうと思います。すごいいっぱい、この鞘全部種です。ものすごい数。これはニラの種。ここピーマンがすごいできてます。勝手に生えたやつ、確か。これ持って帰ろう。この辺も里芋で、今年は里芋がものすごい植えてあります。いい芋ができてればものすごい里芋が取れると思います。それで今日はさつまいもを掘ろうと思います。この枯れてきてるつるがさつまいも、今年初めてかな、ちゃんと植えたのは。ほとんど世話もせずに夏ぐらいに 2,3 回草が茂った時に切ったぐらいで、あとは放置してたんだけど、なんとか伸びてます。この前一株だけ試し掘りしたらまあまあの芋ができてたから、他がどうかわからないけど今日全部掘ろうと思います。それでまずはこのツルが掘る時に邪魔だから、全部ツルを買ってどけようと思います。3列ぐらい植えたかと思ったけど、植えたのこことここの2列だったみたいです。これ株が見えるのが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ぐらい。ちょっと小さめか、ちょっと小さめ。あ、大きい。結構遠くに芋ができてる。あ、これ大きい。全部でこれだけ取れました。ちょっと小さめのも多いんだけど、
それと10株ぐらいあったにしてはちょっと少ないかなとも思うんだけど、まあよしにしようと思います。立派なのもあるし。それとここまた去年と同じ木にナメコが出てきてるから取って帰ろうと思います。ちょっと遅いね。木もちょっと傷んできてジメジメしすぎかもしれない。おこれでナメコ鍋が食べれます。ナメコ鍋、これはナメコはちょっと土がいっぱいついてるからこれは洗おう。それと軸はもう伸びすぎて軸がこう傷んでいる感じのが多いから軸は捨てて傘のとこの良さそうなとこだけ使おうと思います。それでナメコ鍋を白菜とか長ネギとするのに里芋入れたら美味しそうだから今から里芋一株掘ろう。これ掘ってみよう。ちょっと少ないかこいつは。まあでもちょうどいいか今回のには。これは赤芽芋で今年はなんか茎の辺が結構はっきり赤い。これちょっとこれは親芋も食べられる芋だからちょっとこれ少なかったけどこれが食べる子芋で、あとこの親芋も食べれます。持って帰ろう。綺麗な赤。前はなんか赤くないやつとかもあったんだけど、これは綺麗な赤。よし、戻ろう。今日は最近日が暮れるのがすごい早くなった。